Shall we begin? FM 82 YouTube チャンネルフジロッククラブ MC 竹内拓也です。今回ボリューム4はフジロックに出演する邦楽アーティストが登場するスペシャルバージョン、セロ、ホームカミングス、サチモス、ワニマが登場。セロの高木翔平です。原内優です。橋本翼です。フジロックフェスティバル2016に、出演させていただくことになりました。ですね、セロだけでなくビデオテープミュージックという僕たちのずっと古くからの、友達のアーティストとコラボレーションの形で出させていただくんですけれども、あのビデオテープミュージックは、映像を映像を使ったアーティストでですね、以前にも一回コラボレートしてるんですけれども、本当に映画を見るようなね、映画と音楽ライブをなんかこう一緒に楽しめるような、ちょっと他では体験できないライブ空間になると思うんでね、フジロックで深夜レイトショーでこう映画を見るような感じになれれば最高なんじゃないかなと思っております。はい、はい、見たいアーティストは、見たいアーティストありますか？いやいや、ちょっとどんな方が僕はまあとりあえずやっぱアバランチーズ、ね、ああそうだね、見たいですね、アバランチーズ、ね、あーウーアさんも出るのね。おお、見たいですね。福岡、あ、声大きかった割れた。いや、いいなと思って。おお、見たいですね。いや、ウーアさんも本当に素晴らしかったですよ。今年すごいですね、フェスで。でもこれでもウーアさん、ウーアさんはやばい。初日で、初日、絶対見る。まあ、アバランチーズ、ね、アバランチーズ、アバランチーズ、あとカマシワシントン、ああカマシね、ロバートグラスパー、カマシニアン、グラスパーニアン、グラスパーニアン、日本人のお友達だと、友達はねえか。ホムカミ、ホムカミ出る、おいいね。サチモス、サチモス、ダン、ダン、在日ファンク、これはこれは新世代ですよ、うん、在日ファンクは新世代じゃないですよ中堅、うん、まあ中堅ですね、うん、でも大好きですよ。あ、はい、デートコースペンタゴン、ロイヤルガーデン、すごい面白そうなフェスティバルだね。すごいね、今年ね、デートコースは同じ日だ、同じ日だ、見れますね、うん、そんな感じで楽しもうと思ってますので、はい、皆さん一緒に乾杯しましょう。お疲れさまでした。こんにちは。こんにちは。日本のバンドサチモスです。サチモスです。はい、各国のいろんなすごいミュージシャンが出るんで、なんだろう、日本代表できるようなステージにできたらなと思います。まあ、苗場にふさわしいね、風を持っていきましょう。持っていきましょう。誰みたい？ロバートグラスパー。エクスペリメント。エクスペリメント。ジェームスブレイク。ジェームスブレイク。あ、ジェームスブレイク。ホンブリオ。ホンブリオ、ホンブリオね。レッチリ。レッチリ。クーラシェイカー。クーラシェイカーは絶対見る。クーラシェイカーは絶対見る。あ、シガロス。シガロスね。あ、米出てきちゃった。まあ、なんと言っても。うん。なんと言っても。レッドホットチリペッパーズ。言ったね。絶対見るでしょ。見ます。はい、まあ、3日間遊び倒します。はい、服ビリビリになるまで遊びます。1年分歩く、こう1年分歩ける、うん、ブラブラしてるんで見かけたら声かけてください。乾杯しましょう。乾杯しましょう。サチモスでした。はい、はじめまして、ピザオブデスという音楽事務所から来ました、谷間です。せーの、ワニマです。ワニマのワンちゃん担当ベースボーカルのケンタです。ギターのムッツリスケベン西田光信です。熊本が生んだわがままボディ、フジです。よろしくお願いします。お願いします。フジロック20周年20周年ですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。ワニマも出演します。言うて俺がなんか言うてます。はい、はい、20周年どんなライブしたいですか？いやもう初出場ですから、もうずっと出たかったもんな。はい、ずっと出たかったんで。ありがとうございます。出演者もすごい今携帯で見よるから。そうそうそう、どれみたい、どれみたい。僕たちは23日やから。そうですね、そうやね。どれみたい、どれみたい。もう高人くん横文字多すぎて、横文字が多すぎてでもやっ
っぱり、うん、誰かなやっぱりケン横山じゃないですか。ケンさんも出るから、社長の、あのピザオブですよ、社長のケンさんも出ますから、はい、ね、社長も出るから、はい、はあ、ピザオブとうとうやっぱピザオブですの時代が来たかっていう感じはしますかね。そういう感じはします。はい、まあ、20周年出れてすごい嬉しかね。はい、光栄です。はい、東京都在住熊本県出身ワニマン、もう全力でやるんで、はい、はい、応援しに来てください。お願いします。はい、以上でいいか。以上でいいか。甲子園くん一言言ったら、言ったらんかい。いや、楽しみです。やるでやるでって言うたらね。楽しみです。ちっちゃいですね今日も。はい、以上ピザオブですという音楽事務所が来ました、ワニマンでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。元気すごんば。FM802 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、せーの、ホームカミングスです。僕たちホームカミングスはなんと今年フジロック2016出演します。僕らはもうね、2013年のルーキーヤゴーゴーステージに出演して以来の3年ぶりの、しかもついにね、本ちゃんの出演となります。すごい、めでたい。しかもフジロックもね、20周年で、うんうん、めでたい。おめでとうございます。めでたいこと、こんなね、記念すべき年に出させてもらえて、うん、嬉しいよね。僕たちそのね、2013年に一回出演してるんですけどね、その時の思い出といえばね、あの僕があの山をめっちゃ舐めてて、すごいあの半袖半ズボンとビーチサンダルでめっちゃそのフェス気分で行ったら、豪雨に見舞われて、本当にそのそこら辺に落ちてるゴミ袋拾って、それを雨具にして過ごしたっていう思い出がありますので、今年もねそのスタイルで行こうと思ってます。待ってろ山。どうですか皆さん、今年見たいアーティスト、もうベックでしょ、ベック、トラビス、アバランチーズ、コートニー・バーネット、ウィルコ、すごい。しかもね、もうみんな思い出のレッチリレッチリ思い出でしょ、シガールスね、あと何やと、クロマニオンズ、サチモス、うん、サチモスラッキーテープとね一緒に出るっていうのもなかなか、友達みたいな人たちと一緒に出れるっていうのもなんか嬉しいですよね。これをもう見てるってことは非常に来るっていうことですよね。僕たちと一緒にキャンプ、キャンプしようぜ。それではありがとうございました。ナイバに泊まります。いかがでしたか。 FM802 YouTube チャンネルフジロッククラブ、7月22日から3日間、新潟県苗場スキー場にて開催される今年20周年のフジロックフェスティバル2016。チケットは現在発売中。詳しくはフジロックフェスティバルホームページに GO。 お相手は竹内拓也でした。